ジャンシャルル・アルファンの共像ジャンシャルル・アドルフ・アルファンは、フランスの土木技術者、造園家、都市建設者で、ジョルジュ・オスマン男爵の下で、フランスの首都パリの都市改造業務、公園緑地系統、パークシステム構築を担当した人物。フランスグルノーブル生まれ、グランゼコールの一つ、フランス王立科学技術学校エコールポリテクニークを、経て、構造技術学校エコールデポンエショッセで、 当時最先端の土木技術を収める。卒業後は、ジロンド県の県庁所在地ボルドーへ赴任、鉄道や道路網、運河などの都市交通所施設の建設を担当する。この時に、ジロンド県の知事を務めていたのが、後に、セーヌ県知事となるオスマンで、上記の都市改造業務を委ねられる。アルファンは、1854年に、セーヌ県に赴任したオスマンによって、 パリに呼ばれたのである。パリに赴任したアルファンは、まずは、ブローニュの森などの緑地関連業務を託され、その後も、森林管理と公園緑地系統構築などを、造園担当のジャンピエール・バリエデシャンや建築家のガブリエル・ダビューラと、緑地関連業務を一貫して手がけていく。その後、スマンや八百七十年にその後ろ盾のナポレオン三世が失脚した後も、 アルファン自身は、パリでの仕事の対象はさらに広がり、道路や上下水道のネットワークシステムまでを含めた、都市全体の再開発を進める責任者にまで抜擢され、業務を推進、エッフェル塔建設の際も、建設の決定を下している。またアルファンは、1867年から1873年自身が、関わった、パリの緑地に関する図版記録書として出版された。 プロムナードドパリなど報告書や著書を多く残しているため当時の都市建設の全容がかなり詳しいことまでが分かっている。アルファンドは植物の学名で命名者を示す場合にジャンシャルルアルファンを示すのに使われる。ありがとうございます。